ステージ16、卵くださいなからやっていきます。ニワトリちゃんがいっぱいいる怒られちゃった。左上見て、唐揚げって書いてあるんだけど、これが個人的に気になるこのニワトリもダメか。餌手に入れました。この右下のところから、なんかどっか置ける場所ないのかな。左行って、ウサギがいる。人参も手に入ったお尻叩いたら、おお、なるほど、座った。ここのね、このウサギをタップしました。あと一匹。これ何？この檻みたいなやつ。おお、びっくりした主人公に渡したら、マジで？あ、美味しそう。卵じゃないよ、それ。唐揚げだよ。お、人参外に置けた。あ、もう一匹のウサギが来るってことか。この空いてるところに人参置いた。あ、三匹揃った。人参を全部食べ尽くして、どっか行った。ここに檻を置くの？え、ここに餌を置くのかな？はい。すると鶏がいっぱい来て、卵を取れる。そういうことね。これも結構難しかったよ、最初から。編集どうやってやろう。美味しそうな目玉焼きですね。ステージ17。さあ、丸、最高。テレビ切ってやろうか。あ、切れないんだけど。おらおらおら。うわ、引き出そうとしてる。最高だ、ほんと。これ私なら逃げるけどな。あ、電気つけれるじゃん。あ、後ろに誰かいるよ。あ、怖っ。人形みたいなの。降ってきたんだけど。なんか、闇に包まれちゃった。え、どうなんの？え、私も人形になっちゃった。これはこれでありなのか。なんか、かんざしとかもあるけど。なんか音楽は怖いな。普通に開けただけだったら何もない。光つけて、この女の子タップしちゃダメだな。このかんざしみたいなのをタップして、ちょっと閉めとくか。怖いから。で、これつけてあげる？かわいいですよ。あ、照れてる。あ、連れ去られた。上が、なんか開いた、はしごみたいなのがあって、あ、向きを変えて、下に降りたら、あ、井戸が見える。だからこのはしご出して上に上がって、アンテナを変えて、テレビ見て。はい。あ、変えることができた。後ろ。ちょっと、後ろやって、これ閉めとこ、怖いから。耐えれるか、お前。この、これは？どう？あ、これで帰っていったみたいな感じか。バイバイ。なるほどな。18、盾が欲しいな。高っ。1、10、100、1000万、10万、100万、500万ある。乗ったんだけど、奪い取ろうとしてる。連れて行かれちゃったよ。そりゃそうだよね。これ、ドラクエみたいに壺壊せばいいんじゃね？器物破損罪か。ドラクエなら許されるんだけどな。ドア開けて、外に出てみた。なんかいきなり変わったんだけど。何これ？こいつを倒すみたいな感じか。渡す？え、これどうすんだろう。どっか行けるんかな、他に。入って。これ渡してみる。いや、持ってみるか。あ、来た！こいつ倒せばいいんじゃね？でも盾持ってんな。効かないよね。この盾取りたかったんだけど、私。ヒント見たら、外も探索してみようって言ってるんだけど、特にタップできるところがないんですよね。あ、なんかしばらくしたらなんか、この変な魔法使いみたいな人が歩いてきた。これはわからんよ。時間差だから。これを持たせるか。剣と交換。で、これ持たして、魔法なら効くんじゃね？多分さっき剣でダメだったから。さあ、行け。ほら！ちっちゃくした。これ勝ったな。豚にしちゃったぜ。で、盾をゲット。違う盾だったけどな。はい、クリアしました。ステージ19、虫取り大会。なんか後半難しくね、これ。蜂蜜は。やばいやばい、蜂が出てきた。私初見プレイなんです。逃げるの早いな。なんか左に四つ葉のクローバー探してる人がいる。ずっと追いかけてくんだ、これ。スイカ取ったら、これ友達に怒られるだろう。っていうかよく食べれるな。なんか探すか、私も。左下。なんか日が暮れちゃった？ミミズが取れました。これどうすんの？なんか、
虫かごみたいなのが取れた。あとこの蜜みたいなの持ってる。これつける。これか。ちょってやって、これをここにつけるのか。塗って。で、いっぱい来たから、これで入れる？主人公も渡せるか。で、これで取って入れると。入れすぎ。アリも入れなくていい。たくさん入れちゃった。うわ、グロくなっちゃった。あ、これ、だから取らないといけないのか。わかったわ。主人公が最初から持ってた理由がわかった。たくさん入れちゃうからダメってことね。で、これ塗って。この後普通に取ればいいんじゃない？はい。一匹だけになったから。みんな見てる。オッケーオッケー。正解だったな。ステージ20。8月31日。最後か。右上見て、さっき捕まえたやつをさ、飾ってる。ドア開けたらお母さんがいる。没収って書いてあるんだけど、段ボール。あれ何？ゲームしてたから怒られちゃったってこと？なんかカブトムシみたいなのも手に入ったんだけど、これ置く？ここ。観察みたいな感じで。ゲーム取り上げたいんだけど。で、こっちやって、書くか。いや、書かないか。主人公にも出してみるか。観察日記みたいな感じで。うわ、すごい、リアルだ。これいいんじゃない？で、お母さん呼んでみる。ちゃんと勉強してるよ。募集って書いてあるやつ何？この、後ろの。あ、スマホ取られてたんだ。はい。あとは閉めた方がよかったかな。宿題見せ合おうぜ。いいね。スタンプで返してる。あ、で、みんなでやるってことか。で、お母さんもジュースとクッキーを持ってきてくれた。あ、クリアできたな。何もヒント見せなくて。ステージ21、サイコデリバリー。なんか怖いんだけど、ピンポン鳴らしまくるか。おら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 。105。いりません。え、場所どこなの結局。こっちは？なんか左に行くところあるんだけど。左行ってみるか。なんか、紙、ゼロ。ゼロだけじゃわかんねえよ、俺。なんかどっかに紙があるのかな。あ、これで貼るってこと。あと1個だ、多分。あ、このトランクっていうか開けたら1になってる。え、これ105じゃないの？え、違うの？ここでしょ、じゃあ。それはやめて。サイコだ、これ。鳴らさないと、ちゃんと。エレベーター押してみる。あ、中になんか落ちてた。お、2105号室だって。これ一応渡すか。違いますよ、みたいな感じで。あ、ちゃんと言ってくれたわ。よかった。何階まであるのこれ。すっごい高くね。21階。あ、ごめん、さっきの見てなかった。あ、2105号室ね。友達の家か。お腹減りました。お前食うかみたいな感じか。なるほどね。紙を4枚持っとけばよかったんだ。いいね、こんな最上階に住んでみたいな。ステージ22、たくさんお食べ。いろんなところ開けてみるか。お皿とかなんかいろいろ手に入ったんだけど。置く？これ。あげる。やばいやばいやばい。それは食べれねえだよ。わんこそば、町内大会。たくさん食べさせないといけないのに。なんか犬が後ろにいたわ。ここの尻尾みたいなのタップしたら。開けて、唐辛子とかも、わんこそば。わんこ？乗せる。乗せる。これダメだろ。ワンコそば右のところタップしちゃったんだけど。食べ、おー、よい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 、入れすぎ入れすぎ。あ、犬の前にお皿置くことができたよ。え？あ、ダメだった、それ。あ、したしたした。オッケーオッケー。なんかこれで始まった。犬のところにお皿置いたら、いい感じになった。あ、最優秀賞、二人で勝ち取った5000円。ワンコとそば。クリアしました。23、やりすぎ、ハロウィン。クモの巣とかは？右上のコウモリとかは？まあ、とりあえずね、外をこうやってタップする。家の中に入るってこと？まず外いろいろ見たいよね。あ、このクモの巣なんか取れそう。パケ、ダメ、ダメって言ってる。女の子もタップしてもダメだな。この辺は特に何もない感じか。左。後で使うかもしんないけど。じゃあちょっと右行ってみよう。お墓とかいろいろある。お墓、うわ、なんかゾンビが出てきたんだけど。やばくねこれ。ちょっと向かってきてる。お、ちょ、入るか。いや、もうダメだ。捕まっちまった。なんか木が折れました。ここ、
木の枝入手できましたよ。他は特に何もないね。家の中入ってみるか。お、かぼちゃ。おお、びっくりした。いや、これ私もびっくりしちゃったよ。お菓子いっぱい落ちてるけどね。だから右行って木の枝を取るっていうのはまず合ってるんだろうな。で、この木の枝でこの蜘蛛の巣のけるか。で、ここを開くようになるのかな。なんか開いてる。これ何か入れるんだろうね。これこの蜘蛛の巣取れたでしょ。多分これだ。呼び起こして、はい、捕まえる蜘蛛の巣で。そしたら何か手に入るんじゃない。服か。この泥だらけの服が入手できて、この泥だらけの服を入れて勝手に人のところの洗濯機を使って綺麗にして、私がこれを着替えると。それでノックして開けてもらえるってことか。なるほどね。うまくできてる。で、人いじめ。あ、ちゃんと友達にもあげてる。偉いね。ステージ24。メリクリ。最後だって。ラブラブじゃん。写真撮ったら、私が割り込んだ。はい、男の人タップした。あ、これでピースやってる。スマホみたいなのをゲットしたんだけど、これってどうなの？見せてやるよ。怒られちゃうよね。なんか違う人が映ってるから。これ撮ってる？やれる？あ、でも女の人の中にもなんか入ってる。お前も違うもん持ってんじゃねえか。お互いこれは喧嘩になってどっか行った。待って、これで男の子が来たよ。この子と一緒に撮るってこと？ピースやってる。写真撮る？これ撮ってみるか。はい、仲良く。友達同士かな、わかんないけど。これはこれでいいんじゃない。あ、クリアできたよ、一発で。ステージ25、我が物回転寿司。なんかいろいろ乗ってきた。卵食べた。あ、なんか後ろに貼れるんだろうな。マグロタップした。そしたらどうなる。マグロ作ってくれるってこと。お、マグロばっか作ってる。イクラは、イクラ。お茶は、お茶は上から来たんだけど。あ、吐いた。ちょっと左上タップして遊びすぎちゃったな。なんかここ、お品書きあるんだろうな。特選海鮮丼っていうのがあるんだけど。これどうやって頼むんだろう。なんか一緒にしたらいいんじゃない？いろんなの。これいらない。戻したいんだけど。これ戻したい。ダメか、戻らない。アイテムがいっぱいですになっちゃったな。くそ。こんな感じで、いらんやつは流せるみたいな感じか。あといくらか。これ全種類ちょっと集めてみようか。はい。これで、2、4、5個集まったんだけど。これじゃダメなの？なんか右下の板が取れた。ここです、ここ。これちょっとつけてみるか。イカ。あ、やっぱり、そうだ、これ集めないといけないよね。イカと、マグロと、このイクラ、みたいな感じか。だからエビは今取っておく。最初に取っておく。で、イクラにして、多分、全部集めたら OK だと思う。マグロ。主人公はどんどん食べてる。友達のところに回っていかない。お金どんぐらいかかるんだろう。で、これで、イカ。これも取るか、葉っぱみたいなのも。で、すべて集めて、この海鮮丼みたいなのがゲットできた。これ渡すか。ほら。で、パクパク食べてる。で、友達のところにお寿司が行って、OK みたいな感じか。卵ばっかに行き始めたけどな。はい、クリアしました。26、泥棒 VS、サイコ。入ってきたよ、泥棒が。で、私はゲームしてる。夜中の1時20分ぐらい。UFO みたいなのもあるんだけど。はい、ゲームに夢中になってみよう。あ、誘拐されちゃった。なんで時計も持っていくの？意味がわからない。あ、なんか取れたよ。なにこれ？回して？後ろ、電池がないのか。なんか電池どっかで取るってことか。電池を探せ。あー、鳴ったよ、電話が。シッって言ってる。あ、左下のソファーのところなんか取れそうな感じがする。あ、でもこの子供は助かった。でも夜中まで何してるの？あなたみたいな感じになってるな。とりあえず電池を探そう。あ、あったあった。これを多分入れるんだろうな。下は何もない。だからこの右下の座布団のゲーム、裏側。さあ、入れよう。何かが起こるはずだ。で、閉じて。はい。あれ？なんかよくわからん。もう一個いるってこと？あー、UFO が浮き上がった。窓開けとかないといけない？あ、UFO あるよ、外に。って言ってる。あ、その時に見て。
ロープが取れた、ここ。はい、泥棒を縛る。これで捕まえたってことか。なるほどな。間抜けな泥棒さんでしたね。この後どうすればいいんだろう。電話タップすればいいのか。そしたらお母さんが来てくれるんかな。はい。警察も来てくれました。なんて書いてある右。サイコ。サイコ。そういう意味か。漢字でサイコっていう意味ね。27。ルール無用の鬼ごっこ。鬼は君ね。縄跳びが気になるんだけど。すぐ取ろう。これ縄跳びしとくか。はい。どんだけ伸びるね。しかも捕まえたし。ルール無用だからな。はい。捕まえた。これクリアじゃね？さすがにないか。サイコか。縄跳びがめちゃめちゃね、頭につく。タクシー乗った。どこ行くの？逃げてる人をタクシーで追いかけて、どっか行っちゃった。で、前から来て、捕まえた。これもある意味最後だよな。まあ、一応右に行ってみるか。なんか坊ちゃんのキャラクターいるんだけど、風船タップしたらなんか風船いっぱい持って、あ、なんか色か。黄色。は、はげた。あ、これピンクがいいかったのか。あ、人によって違うのか。水色じゃないこれ。これ黄色だろ。あの、見て。持ってる色で多分決まると思う。で、この坊ちゃんの人は何色かな？赤色。あ、なに？後ろのおじいちゃんがブク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 してる。おじいちゃん手に入っちゃったんだけど。あ、この下の鍵みたいなのも気になる。100円玉もゲットした。ここにありました。おじいちゃんと100円玉。え、おじいちゃんタクシー乗って帰ったら。あ、次は？あ、車が片付いた。え、レモネードっていうの、100円。あ、これで100円使うのか。で、レモネードをゲットして。え、これどうやって使うんだろう。え、これあげてみる、これ。はい。あ、いらないこれ。はい。おじいちゃんが中に入って、あ、これ幻滅しちゃったよ。いやー、めっちゃショックみたいな感じ。あ、これで着ぐるみか。着ぐるみを手に入れて、子供の夢を壊しちゃったけどね。私が来て、これで、なんか捕まえるってことか。まだ逃げてなかったんかい。はい、捕まえた、捕まえた。これはある意味最後だけどな。いやー、楽しいね、なんか。28、空想の友達、2。誰と話してんの？もう一人の自分か。タップしてもダメなんだけど。鬼、お前な。逃げていった。右。普通のリアルの友達。左。女の子。タップしてみよう。ここ座って。僕？いや、これは幸せだな。何かを描いてる。あれ？私がいなくなった。どうなったの？絵の中に閉じ込められちゃった。なんか怖いな、これ。友達のところに行ってタップした。おいでおいでって言われてる。影で落とされた。お前らは何者なんだ。ブクブク溺れていく私。右もダメ、左もダメ。あ、主人公の下の影をタップしました。すると、あ、さっき逃げていったもう一人の僕だ。影ですね。これは夢落ちっていうやつでございますか？こっちこっちって言ってる。よかった。リアルの友達。うわ、怖い。これ、1につながる感じか、これで。前半の動画を見てください。はい、クリアです。ステージ29、ほろ苦、バレンタイン。これまたさ、なんかやるんじゃないの？ミルクチョコ。うわー、なんか作ってる。これまたレシピ変えるんじゃ。多分ね。ミルクチョコが作れないから。うわー、頑張ったけどな。美味しかったらいいけど。右上なんか取れそうな感じがする、この。やつとかも。この音楽がなんか頭に残るんだけど、とりあえず、この右上の、この変なフライパンみたいなのを取りました。で、この型みたいなのもあるな。女の子タップしても、自分タップしても何もない。冷蔵庫開けてみるか。特に何も入ってないよね。パカパカ開くだけで。見てみるこれで。なんかあるのかなこれって。渡してみるか。どっか行っちゃった。外の飴玉見てる。主人公に渡したらダメだった。女の子に渡しても
渡せないから、おお、ミルクチョコ。見ることができた。カカオとか。あ、これでミルクになるのか。あ、これをさ、一枚目の、カカオをマックス 80% にダークチョコにすればいいんじゃない？もっとダークだよな、でも。合ってる？これで。ダーク100。おお、褒められた。よかった。簡単だった。え、なになに？最後何すんの？割って？半分あげるよ、みたいな感じ？でもこれはこれで美味しそうだな。私、あ、最後だったわ。ごめん、みんな、間違いです、これ。なんか取れた。この左上のところに。これをなんか使うのか。ちょっと一回出て、入れ替える。あ、二つ作るってことか。なるほどね。半分ずつ作ってたからダメなんだ。これだったら、ハートが二つ作れるから、いい感じになるんだ。はい、片方あげるよ、みたいな感じで。なるほどな。うまくできてんな。で、ダークチョコはちゃんとできた。一個あげる。ちゃんと完成したね、下のダークチョコが。はい、クリアしました。ステージ30、最高の日。ハッピーバースデー、生まれた時か。なんかいろいろタップして手に入れれそうだな。ここにマッチがあった。これつけないといけないじゃん、ろうそく。あ、ちょっと待って、ケーキタップしちゃった。いきなり食べ始めちゃったよ。ろうそくを立てようかと思ったのに。マッチ取って、これこうやってやる？ダメか。主人公にも出してもダメ。風船、プリンプリンってなるな。右の風船もプリンプリンってなるな。あ、取れた。画鋲みたいなやつが。画鋲はね、ここにありました。風船割るのか。なんか後ろにいるんだけど、誰か。あ、これで、マッチか。あげよう。チャッカマンがさ、切れてたんだろうね。で、花火が上がってる。外にみんなが出て、たまやーって言ってる。これ、正解かな？右の風船壊した時も気になるんだけど、画鋲。みんなの顔が上がってる感じ？クリアでしたね。ちょっと待って。画鋲タップしようかと思ったら。右の男の子タップしたらなんか注ぎ始めたわ。これは失敗です。私がやりたかったのは、この画鋲を取って、この右の風船割ったらどうなるかっていうのを見たかった。あ、特に何もないってことか。サイコ店へご案内。エンド。最後やっていきましょう。大人になった。これいつも通りのグローバルギアさんのゲームだな。集めよっか。スポンジ。なんかどっかで手に入れないといけない絵の具みたいなの。空から撮るか。この右上のね、空のところ。あげるよ。はい。必要でしょ。次はね、これか。黄緑。最後は簡単だよね。はい。わ、怖いな。最後の絵ばっか描いてる。ピンクどこにある？この女の子の真ん中のところかな。あれ、ダメだ。女の子か。え、どこから撮るんだろう、これ。バッグ開けて、水が出てきた。水をあげるのか、これ。すると花が咲くのかな？で、これで、スポイトでやるのか。で、これで完成か。よーし、渡すよ。これ3人ってこと。自分と女の子と。うわ、チョップ食らった。あまり変わってないね、顔とか。でも、大人になっても、友達みんなと仲良しっていうのは、すごくいいね。Thank you for playing. ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。これでね、すべて終了でございます。